のび太とかスネ夫とかがピンチにいると必ず助けてくれるんですよ。どうもこんにちは、イジュンです。本日はですね、3月の8日土曜日、本日からドラえもんの新しい映画、今年の映画ですね、映画ドラえもん新のび太の大魔境ペコと5人の探検隊おしょけが、公開になります。でですね、僕はちょっとそれを機にですね、ちょっと僕のこのドラえもんに対する愛というか、僕のドラえもんが好きだっていうことをちょっと語っていきたいなと思うんですけれども、あんま長くないようにちょっとまとめますんで、ちょっとそこら辺はご了承ください。まずね、ドラえもん僕ちっちゃい頃に見てたんですよ。ちっちゃい頃から、もう保育園の頃からずっと見てて、本当にドラえもんファンで、で僕ドラえもんのアニメの中で一番好きなキャラがジャイアンなんですよ。最近 YouTube でこう綺麗なジャイアンが流行ってるじゃないですか。綺麗なジャイアン、綺麗なジャイアンみたいな、言ってしまえば僕は汚いジャイアンが好きなんですよ。ジャイアンのこう僕の好きなところを語るとすると、ジャイアンっていつも意地悪するじゃないですか、のび太に。まあスネ夫にもたまにしますけど、こう意地悪するじゃないですか。でも本当のところはやっぱりジャイアンって仲間思いで、のび太とかスネ夫とかがピンチにいると必ず助けてくれるんですよ。必ず力を貸してくれるお兄さん的な存在で、僕の好きなエピソードのドラえもんに休日をっていうエピソードの話になるんですけど、のび太がドラえもんに一日休んでっていう、休んでじゃないんですけど、休んでもらうような形になって、のび太がその一応ということで呼び出しブザーをこうドラえもんから受け取るんですね。でもこんなん使わないみたいな言ってるんですけど、それを押させる、絶対押さないって決めてるのび太に対して、それを押させるようにジャイアンたちがこう意地悪っていうか、ちょっといじってくるんですね。そうしていくうちに、ちょっとのび太が どんどんトラブルに巻き込まれていくんですけど、そうなった時にジャイアンたちは押させることじゃなくてのび太を助けることに必死になるんですよ。それが本当に、あ、やっぱり心の友なんだなって思いますよね。いくらこう意地悪したりしててもやっぱりのび太って大事なんですよね、彼らにとって。あの5人の仲間が心の友であるっていうのは、やっぱりジャイアンのおかげっていうか、あの5人がすごく仲いいっていう風に見せてるのはジャイアンの役目だと思うんですよ。ジャイアンがあの中からいなかったら、多分心の友っぽさがないんですよね。やっぱり一人あのジャイアンがいるだけで、あの5人がすごくまとまって見えるんですよねっていうのを最近気づいて、やっぱジャイアンってすごいなって。僕は本当にジャイアンが好きで、ジャイアンみたいな熱くて優しくて頼りがいがある、そういう人間になりたいなって思うんですけど、本当にそのジャイアンのキャラで、いつもはちょっと意地悪っぽいガキ大将だけど、本当は心が熱い素晴らしい男で、妹思いで、あの頑張れジャイアンでも、あのジャイコのことを、ジャイコのために頑張るみたいなシーンがありますけど、もう本当に僕はジャイアンが好きで、ドラえもんの中でね。で、ドラえもんの映画シリーズも僕は毎回こう目頭が熱くなりながらこう見てるんですけど、毎回ね、本当に出会いと別れ、友情、勇気、冒険みたいな、そういう普段味わえないような冒険っていうのはすぐそばにあるんだなって感じさせてくれるのが映画ドラえもんなんですよね。ひょんなことから冒険に出るじゃないですか、ドラえもんの世界って。だからひょんなことからやっぱり大冒険が始まるんだなって、それはやっぱり現実世界にも言えるんじゃないかなっていう、もしかしたらね、もしかしたらこういうことがあるかもなみたいな、ちょっと夢、やっぱそういう、なんだろうな、子供に対するそういうメッセージみたいなのもやっぱり感じますよね。だから僕はそういうところでやっぱりドラえもんってすごいな、素晴らしいなって思いますね。はい、というわけでまとめると、僕はドラえもんが大好きっていうことと、で、なんで大好きかっていうのは、やっぱり子供たちに夢と希望、あと想像力っていうか、そういうのをこう与えてくれるというか、いろんなことがあるんだな、ひょんなことからこういろんなことに発展していく、そこに大冒険があるかもしれない、発見があるかもしれない、そういうのはもう小さなことから始まるんだなっていうことと、あとやっぱり友情、どこに行っても友情は大事だなっていうことを教えてくれるんですよね。っていうので、やっぱりドラえもんは本当に素晴らしいなっていう、まあ、アニメドラえもんの話ですよ。漫画のドラえもんは僕読んでないんで分かんないですけど、もうちょっとね、漫画の方はブラックジョーク的なね、そういうところがあると思うんですけど、あの僕が好きなアニメドラえもん、映画ドラえもんはやっぱそういうところが見どころというか好きなんで、
今年見に行けたらいいなと思うんですけどね、最近見に行けてなくてちょっと困っちゃってるんですけど、本当は静かなところで見たいんですよ。だから映画館一人貸し切りして見たいぐらいなんですよ本当はね。子供たちがいつもうるさいんですよ映画見てるとき、なんか喋ってるから。だからあんまりちょっと映画に関してはドラえもんとかねはもう映画館で見たくないんですけど、今年見に行きたいなと思うんですけどね。でドラえもんの中で一番好きなのはジャイアント、僕の憧れの存在みたいな感じですね。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければコメントや評価、ツイッターなどでのシェア、またチャンネル登録お願いいたします。次回の動画もよろしくお願いいたします。バイバイ。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。やっぱりドラえもんっていいですよね。ぜひ皆さんも今年の映画ドラえもんを見に行ってはいかがでしょうか。というわけでまだチャンネル登録高評価してくれてない方はぜひぜひ、どこだ下か、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで次回の動画もよろしくお願いします。ブログもやってるんで、ぜひぜひ下の URL から飛んでみてくださいね。じゃあまた、バイバイ。